揚げまんじゅうの味噌の復活オープンです。いかがですか、どうぞ。いかがですか、どうぞ。揚げまんじゅうですか。あ、そうです。昔から味噌のさんのが好きなんで。復活したって聞いてどうですか。あ、嬉しいですね。復活、伊東駅前の名物揚げまんです。降りしきる雨の中、リニューアルオープンを待ちわびたお客さんが次々と訪れました。これからもよろしくお願いします。まんじゅうみそのの屋号を引き継いだのは地元の水産加工会社でした。やろうと思ったきっかけっていうのは何かこうありますか。そうですね、やっぱり旧みそのさんが閉まるという話を聞いて、そうするとやっぱりこの伊東の玄関口が寂しくなっちゃうな、私たちでできるんじゃないかなっていう、そういう思いからスタートしております。伊東駅前に店を構えて半世紀以上、まんじゅうみそのは多くの人に愛されてきた老舗の店でした。しかし去年、経営者が亡くなったことからその歴史に幕を下ろしました。閉店を惜しむ声に応えて名物が復活したのです。今回まんじゅう屋を始めるにあたって、衛生的に作業できるように製造室頑張って作りました。干物などの製造と飲食店を展開する会社ですが、まんじゅう作りは従業員も初めての挑戦です。私もやっぱり復活してくれることを待ち望んでいましたし、みそのさんの味に近づきながら、でさらに超えていけるよう頑張って努力していきたいと思います。8ヶ月以上をかけ、2種類の蒸しまんと黒糖生地を揚げた揚げまんがよみがえりました。みそのさんといえばやっぱり揚げまんじゅうだったんで、外はカリッと仕上がるのがやっぱり第一だと思うんですけれども、みそのさんで作っておられた方と一緒に作ることによって、従来のみそのの揚げまんじゅうのいいとこを残しつつ作り上げました。レシピは残っていなかったため、菓子職人から作り方を聞き取って書き写したそうです。いただきます。黒糖のすごい香ばしさがすごい。そうですね、生地に、黒糖を練り込んでありますので、あんのバランスもすごくて非常に美味しいです。あんの甘さを引き締めるためにヘダ塩を入れて老舗の味に一味加えました。どう、揚げまん。カリカリで甘くて美味しいです美味しい、はい、あ、本当。懐かしい味ですね。あ、懐かしいですか、うん、地元伊東なんで、昔よく食べてたんで。どうですか、はい、久々に食べてやっぱ美味しいね。地元の方にとってもこの復活っていうのはどうですか。そうですね、ちょっと寂しかったんで、復活してくれて良かったです。あ、本当。はい、揚げまんは1日500個以上売れる人気ぶり。揚げまんの復活が伊東の駅前を元気にします。大盛況ですけど、やっぱり玄関口にね、こういうお土産屋があると皆さん明るい気分になりますね。そうですね、やっぱり伊東駅降りてきてこう玄関口なんで、こう店がやってるっていうのがまず大事かなと。でそこで、ね、従来からある揚げまん、私たちやっぱり伊東が大好きなんで、その伊東がもっと盛り上がれば嬉しいなと思ってやっております。